ジャーナルスクエアマイナス三十三丁目線、方々圏経由を二十六分で走破する。平日の深夜と、週末及び休日に終日運行される系統で、オフピーク時間帯のジャーナルスクエアマイナス三十三丁目線と、方々圏マイナス三十三丁目線を統合した、ものである。方々圏、ワールドトレードセンター線は深夜及び週末には、運行されていないため、 この時間帯に方々権駅からワールドトレードセンター駅に向かう場合は本系統を利用してグローブストリート駅でニューアークワールドトレードセンター線に乗り換えなければならない。アメリカ同時多発テロ事件でワールドトレードセンター駅が破壊された際には本系統の運行は休止となり仮系統の方々権経由ニューアークマイナス33丁目線が運行された。 これは2003年6月29日にエクスチェンジプレイス駅が営業再開されるまで続いた。ありがとうございます。